こんにちは、レジスミスベースボールジャパン代表の滝口です。本日は宇佐学人くん、中学校2年生の動作解析をさせていただきます。本日もよろしくお願いします。セットポジション、各自に合ったキャリーアングルというスタンス幅とバットの握りを修正することで自然にバランスが良い構えとなります。また軸足のつま先を平行か少し開くことによってスウェーの動作を防ぐことが可能になります。アタックポジション、アフターは前足の着地寸前で軸足の角度がニュートラルポジションになっています。それによって素早い軸足回転の準備ができるようになっています。軸足回転、アフターは前足のかかとが着地した瞬間に軸足のかかとが上がり、軸足回転が始まります。それによって下半身と上半身の捻転差が生まれることで大きなパワーを生み出しています。ヒップローテーション、アフターは軸足回転ができていることですでに腰の半分が回転しています。またビフォアのスウェーを修正することで背骨の角度を変えずにスイングをすることで正確性を上げています。インパクト、アフターは軸足回転をすることで手が素早く前に移動できるためにインパクトまでが速くなっています。ビフォアは軸足回転をせずにスウェーをしてしまうことで腰の回転にブレーキをかけてしまうため、手が前に移動できないためにスイングスピードが遅くなっています。エクステンション、アフターは軸足と腰が完全に回転をすることで手首の返しを防いだエクステンションができています。また前膝が少しだけ曲がり股間の間を開けることで大腿四頭筋の大きな筋肉を使って大きなパワーを出しています。フォロースルー、前足をロックせずに前足を少しだけ曲げることで腰の回転の可動域を広げています。それによってボールを運ぶ動作が可能となります。またフォロースルーを高く引き上げることで良いスイング軌道を作りやすくなります。ロック&リリース、重心を低くすることで軸足のテコを使用することが可能になります。また低めのボールに対応しやすくなるメリットも生まれます。そして腰痛を防ぐことも可能になりますので、ぜひ取り組んでみてください。今回初めて45分のレッスンを受けてくれた学人くんですが、非常に素晴らしい適応能力を発揮してくれました。軸足回転ができるようになっただけでもこれだけのパワーを発揮できるということが分かったと思います。東京の非常に競争力の高いチームでプレーをしている学人くんですが、パワーとスピードで他の選手との違いを出せると信じております。これからもメジャーリーグ流で頑張ってください。本日はどうもありがとうございました。平凡な高校球児がある練習法で球速を上げドラフト候補に。レジー・スミスが推奨するメジャーリーグ流のトレーニング。レジーの理論で正しい基礎を身につければ確実に目標に近づけます。弊社はレジーの理論が実践できる本場メジャーリーグで使われている数々のトレーニングギアを販売しています。そのトレーニングギアがあなたの野球人生を変える。